フェラーリを買ってたってどうかと思うよね本当そんなことができるんだっていう当然俺が苦労するんだよそれは車好きなんだよすごい好きで、そもそもが集中力とかこの人そういう病気なんでだからギャンブルもこうなるから車好きだ今度フェラーリになったらフェラーリになっちゃって刑務所なんかでそんなやつさ心証悪いからやめなよって言って大丈夫だからどうやって買うのっていうふうにお金を管理してる弁護士先生がいて俺もまあ2人でそのディーラーに行ってもう2人して呆れてるわけ刑務所でフェラーリに乗れねえじゃん、でまあ結果ねインフレもあるし値上がりしてさ別にいいんだけどさ俺が刑務官だったらこの野郎絶対満期まで入れてやると思うよフェラーリなんかあったらプロと同じレベルで話せるのは製紙業界自動車あとはギャンブルそこ負けてるじゃんあと港区女子この4つ、ね、いや本当に頭いいんですよもう本当に頭いいねなんでそれバカラみたいな話でしょバカラって感じでバカな奴らでバカラって感じバカ党って感じ